皆さんお元気ですか？菅野直樹です。本日12月の17日木曜日、出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴していってくださいね。もしお話歌を聞いてよければグッドボタン、またチャンネル登録等もよろしくお願いいたします。本日の題は愛に生きるの2回目です。歌はヘッドライト、テールライトです。人には愛がない、それが分かるために時間はかかりません。それは妬むという心があることで分かります。妬みとは自分と近い人に感じるものです。例えばスポーツ選手ですと、スポーツ選手に妬みを感じるんですね。ビジネスマンならビジネスマンに妬みを感じます。歌手は歌手に妬みを感じ、政治家は政治家に妬みを感じます。牧師は牧師に妬みを感じます。といっても妬みは自分の存在を脅かしそうもない人ではなく、自分よりちょっとだけ優れている、あるいは自分が欲しいなと思っているものを、その称賛を手に入れている、自分が求めている何かをちょっと先で手に入れている人に対して感じるものです。そして自分より優れた人を排除して、その人を無視して、まあ生きるとしても、妬みは回避できても発展はないし、もう先はすぼまっていきます。自分より優れていると思う人でも積極的に手を結んで、そして起用して共に働き、共に生きることができる人は妬みを乗り越えた人ではないかと思います。そのためにどうしたらいいでしょうか。4つ。1つ目、神から愛されているということを知ってください。2つ目、その事実を受け入れ信じるということです。3つ目、自分の得意な分野を知り、そこに徹していってください。そして4つ目、これだけは負けないぞっていうものをね、しっかり持つことです。そうしたら自分より優れてると感じる人がいてもね、もう妬む必要はない。むしろその人から学ぶ、あるいは協力し合ってより良いものを作り上げていく、そうしたらいいんですよね。でも根本的に人は愛がない。ですから愛があるふりをしたり、愛があるように演じる必要はないんですよね。愛がないことを素直に認め、神様愛をください、愛がないからですって祈り求めていきましょう。皆さん、その祈りは御心にかなったものです。ですから助け主である聖霊が働き、愛の人に変えてくださいます。私たちはその愛することができる、その人になる、そういう旅を続けています。まだその旅は終わっていませんね。その旅を私たちは一生続けていきたいと思います。語り継ぐ人もなく、吹きすさぶ風の中へ紛れ散らばる星の名は忘れ、私たちの旅はまだ続いています。必ずその旅のゴール、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えていただける、そのことを信じて今日も歩んでいってくださいね。素敵な一日でありますように。また明日お会いしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。